値段は疑え。はい、どうも皆様こんばんは、こたパパです。今日もね、またよろしくお願いいたします。早速本題に入っていきたいと思います。本日ですね、今撮影しておりますのが3月9日の夜9時23分です。今で今日の夕方にね、荷物が届きまして、これからレビューをさせていただきたいと思っておるんですけども、いろいろちょっといきさつがありまして、この商品にたどり着くまでの前段階の話をちょこっとだけさせていただきたいなと思って、今カメラ回しております。ありがたいことにですね、まあ仕事の方が順調で、ちょっとYouTube の方に時間を割ける分が少し少なくなってしまってきているので、効率よくやっていくためにも、まあ、間、時間をちょっと見つけてね、撮ったり、編集したりしていきたいなと思っております。で、こちらなんですけども、何かと言いますと、開けちゃいましょうかね。今日の話の本題になるんで。見えないようになってるね。うん。はい。ですね。まあ、こちらなんですけども、今回ね、私が購入したのはですね、JBL から出ております、チューンフレックス。筐体がスケルトンでできているっていう、完全ワイヤレスイヤホンになるんですけども、なぜこれを買ったかっていうお話をさせていただきたいと思います。ぜひね、本日の動画最後までご覧いただいて、あ、そういう事情があったんだって納得していただけたら、グッドボタンを押してもらえたら幸いです。それではですね、本日もぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。あ、そういうことなんだねって納得してくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価をね、いただけるだけで、私のね、動画作成モチベーションがパキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、それでは早速やっていきたいと思います。皆さん準備はいいですか？はい、それでは行ってみましょう。レッツゴー！はい、それではですね、開封レビューの前にちょっとお話をさせてください。本日3月9日なんですけども、明日3月10日にですね、JBL から一番最新の、フラッグシップの完全ワイヤレスイヤホンが、発売になります。それがですね、JBL 新しく出るのがツアープロ2になりますね。お値段が約3万円ほどするんですけども、私もね、早い段階でも予約をしていたんですね。あとはまあ商品を届くのを待つ。という感じだったんですけども、今回はね、イヤホンさんのAmazon の方のお店で、予約をしたんですね。でずっとまあいろいろ仕事をしたり、ちょっと外出たりとかやっていた中で、ふと気づいたことがあって、あれ俺1個飛ばしてるって思ったんですよ。それがこのチューンフレックスだったんですよね。これがね、昨年の10月7日に発売されていて、ブラックとホワイトは、常にあるような状態で、オンラインストアですとか、公式のちゃんとしたショップストア限定のカラーもあったりしたんですけども、かなりこう、なんていうのかな、めかめかしいところが、一般の方にもっていうか、こう音楽好きな方にもね、刺さったようで、だいぶ反響を呼んだんです。で、お値段も、1万円ちょっとっていうところだったんですけども、自分の中でね、明日発売になるね、ツアープロ2か。ツアープロ2の僕はね、シャンパンゴールドを予約してたんですけども、これじゃ順番が違うだろっていうことに気づいたので、と、さすがにね、2台買うほどの財布、お金の調整ができなかったので、どっちか削ろうと、真っ先に思い立ったのが、ツアープロ2 だったんですよ。JBL の音、私ずっと聞いてきました。で、その中で、やっぱり受け継がれているものっていろいろある、正当なる継承しているものがある中で、外すのは
いかがなものかと思ってツアープロ2の方は昨日かなキャンセルしました。もうあとちょっとで届くよっていうところなんですけど、俺は自分のポリシーがあるんでキャンセルしました。ね、間が空いちゃってるっていうところなんで、そのまますぐチューンフレックスを購入しました。それは別にいいんですよ。その順番を追っていけばいい話なんで、で気になってた、機種でもあるんで、ちょっとね心配していることがあって、今年になってから、結構私が売物で、なおかつこの新作のものに関してちょっと初期不良に当たる確率がだいぶ高くてですね、今回の JBL の、新作もまあものすごいハイテクなものになっていて、初期不良が多分ね出ると思うん、それが分かっている、まあまあそういうふうに、まあ私はそう考えているんですけども、そのためにはじゃあ別に今すぐね最初のロットで買わなくても、第2ロット第3ロットぐらいでゆっくり買ってじっくり検証すれば別にそれでいいんじゃないかなというふうに思ったんですね。確かにね、発売日に購入手元に来て撮影してね、でアップしてみんなで情報共有するっていうのも大切なことなんですけども、リスナーの方からチューンフレックスと比べたらどうなんですかっていう質問に私は答えられないわけですよ。アップデートがされてないから、これでいいっていうふうに消化できるようにもうきっぱり諦めて、後に置いといて、体験したことのないものをじっくりレビュー今日ねさせていただきたいと思っておりまして、このね JBL のチューンフレックスにたどり着きました。はい。でちょっとねお仕事が忙しくてですね、土曜なんかもちょっと時間が取れない時も多くてですね、多分これが今9日なんですけど、多分これを上げられるのはもう数日ちょっとかかるなっていうのが正直なところなんで、で非常に多機能なものなので、レビューしたい項目も検証したい項目もね、たくさんあるので、今ここまで、オープニングまでは、3月9日に、撮影しています。でこの後のね開封レビューからは後日、時間を見つけて少しずつ、続けていきたいと思います。すいません、長々しく話しちゃって、そういうわけなんです。で別に貧乏じゃなければ両方買ったんだけど、なかなかやっぱ一個ずつ楽しみたいしね、それはあるんですよ。しっかりアップデートしろよって応援してくださる方の方が多分多いと思うんで、頑張って、レビューさせていただきたいと思いますので、ぜひね楽しみにしてください。3月9日本日の前撮りは、ここまでとさせていただきます。それではちょっと失礼しますね。はい、それでは、開封レビューやっていきたいと思います。本日私から、ご紹介させていただくイヤホンはこちらになります。JBL から出ております、チューンフレックスという、完全ワイヤレスイヤホンとなっております。カラーはね、私はブラックを、選択しました。果たしてね、音質がねどれだけねいいものになっているのかを皆さんと一緒にビシッと見ていきたいと思います。はい、楽しみだな。それではですね、早速開封していきましょう。めっちゃかっこいいね。しかもね、いきますよ。はい、見えてまーす見えてまーす。はい、ということで早速開けて中見ていきたいと思います。はい、それではオープンしていきます。せーの、よいしょ。おお、はい、箱は、以上となります。そしたらですね、こちらが同梱物になるんですけども、パパッとね開けてやっちゃいたいと思います。そしてそれから本体じっくり見ていきましょう。はい、それではいきましょう。レッツゴー。はい、それでは同梱物見ていきたいと思います。まず紙類からですね、こちら
クイックスタートガイドとなっております。で、その下がね、保証書関係になっております。そして、充電用の、USB のタイプ A to タイプ C、こちらの、ケーブルが1本入っております。そしてですね、こちらにね、こうイヤーピースがあるんですけども、これがね、今回のイヤホンのもう肝と言っていい、核心と言っていい部分になるので、まあ、後できちんとね、お話をさせていただきたいと思います。はい。こんな感じなんですよね。見えますか？1、2、3。3サイズついてるんですね。で、ちゃんとこう、カチッという風にしまうことができます。持ち歩くときもね、非常にこれだと便利だと思います。重さもね、全然重さを感じない、すごい小ぶりなものとなっております。はい、同梱物に関しては以上となります。はい、それでは早速本体見ていきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速本体見ていきたいと思います。行きましょう。まずですね、こちらは先ほどご紹介したイヤピースのケースになるんですけども、説明の際に必要になるので一応持ってきております。まだいいんでね、こっち行ってもらって、もうこちらですよ。こちらが本体になります。なんと言っても、もう一言で言って、かっけえ。中身がですね、スケスケなんでございます。スケスケです。しっかりね、この正面から見た際にも、このキラキラのね、JBL のロゴがものすごいかっこいいですし、やっぱり僕なんかはね、いわゆるスケルトン、おもちゃなんかもスケルトンなものがすごい流行ったりした時期の世代なんですよ。だからすげえなんか懐かしいなーって、90年代とか、まあ20年代初めぐらい、まあ、まだ俺が幼かった頃にのが一度流行ったんですよね、ブームでね。まずは外観からですね。上の蓋の方は特にはないですね。正面はしっかりロゴが入っております。で、ぐるーっと回して、背中は特にないんですけど、ちょっと気になるのが、この見えますか？びっくりマークが入ってるんですよ。これは気をつけてねってことなんかな。バッテリーがあって。はい、そのままくるっと回って元戻りまして、ここの部分ですね、ここに3つ、多分 LED のインジケーターだと思います。反応するかな？どうだろう？あ、光ってますね。反応してます、反応してます。すごいな。そこか。そこの方に、充電口が備わっています。一通り見た外観はそんな感じですね。そしたら中見ていきたいと思います。それ。おお、これは素晴らしいね。そしたらイヤホンをまず出して、あ、絶縁シールが貼ってありますね。取っちゃおうかな。はい、大変失礼いたしました。で、イヤホンを外した状態のケースの中身というのがですね、特にリセットボタンらしいものもないですね。うん。いや、しかし映えるね。息子にね、黒と白どっちかっこいいかねって聞いたら、断然黒だよパパって言うから、一択でもう黒決めました。はい。はい。ケースはここまでとしたいと思います。はい。それでは、イヤホン本体見ていきたいと思います。こういう感じで見せてあげれば映るのかな？これ実はですね、イヤホンの筐体自体も透明なんです。スケルトンなんです。わかりますかね？ドライバー部分も見えております。はい、スケルトンになっております。形から言うとですね、まあ、ショートスティックタイプにはなるんですけども、このイヤホンのミソが、まさにこれから始まるんですよ。開放型のね、耳に引っ掛けるタイプのイヤホンなんですよ。でも、先っぽを交換することで、密閉型、まあ、いわゆるね、カナル型にも、変身できる 2way 仕様になっているんですよ。なので、カナル型が苦手な方は開放型で使えますし、カナル型が好きな人はカナル型にすればいいですし、選択権はね、購入者にある、ユーザーにあるっていうところが面白い。あとは芯を選んで開放型にするのか、密閉型にするのかっていう部分の選択も、自分たちでできるので TPO に合わせて持ち歩くことができます。持った感じはね、
非常に軽いんですよ。ここにもね JBL っていうロゴがちゃんとありますね。キラキラです、やっぱり。ここですね、ここの口のところに縁があるんですけども、ちょっとすいません、ちょっと手袋を取らせていただきます、すいません。はい、今先っぽが細いですよね。細いっていうか、もうあのシューッといってて可愛い感じになってるんですけども、これが、開放型の時のスタイルになりますね。そしたらカナル型にどういくのかって言いますと、まずこれを取ります。はい、取れましたね。取るとノズル短っ大丈夫なのかな。でこれに、先ほどのね、こちらのケース、こっからイヤーピース、自分に合うものを持ってきて、私であれば M を選択しますね。で先ほどね外しました、こちらのね、開放型の時に使う先ほどの先っぽについては、こちらのケースに入れ替えて、持ち歩くっていうスタイルになります。右2つが M なんですけども、これが、チェンジして、収納してる姿です。で口がね楕円なんですよ。エアピースに対してもさ、このね自分たちのブランドカラーオレンジ、あと USB のね、充電ケーブルにもオレンジ、しっかりその辺こだわってるところが非常にメーカーとして素晴らしいなと思います。はい、はい、イヤーピースを交換して、これが今密閉型になっております。まあいわゆるカナル型ですね。はい、まあね、さっきの、開放型のチップに比べてしっかりとねしたものがくっついているのがお分かりいただけると思います。両方ともねこれに変えることで米型、まあまあ、いわゆるカナル型でしっかり、聞くことができます。はい、これが 2way 仕様のイヤホンを主要に出そうという JBL の企画力ですよね。うん、あとは発想、それがすごい素晴らしいなと思って。普通考えないでしょどう考えても。やっぱ私の印象で一番ねでかいのは、ウェーブを出した時にイヤホンに蓋がないんですよ飛んでたらどうするって思ってたんですけど、うん、はい、元の本題に戻りましょう。はい、はい、ざっくりとした説明で申し訳ないんですけれども、こちらのイヤホンは 2way で使用できるっていう、そこだけ押さえといてください。開放型と密閉型ということなんで、レビューの方もですね、それぞれ開放型の時にどうなんだ、密閉型の時にどうなんだっていう形でレビューをしていきたいと思っておりますので、皆様ぜひ楽しみにしていてください。それでは見てみましょう。次はですね、このイヤホンの、製品概要を見ていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。はい、開封レビューは先ほどの通りとなります。いやー、めっちゃかっこいいっすねそれではですね、次はこちらの製品のね製品概要を、見ていきたいと思います。 2way 仕様となっているので、ちょっとねご説明がね長くなってしまう部分があるかもしれないんですけども、もしあれでしたらね、倍速とかで飛ばしていただいても全然構わないので、聞いていただける方はぜひ、聞いていただけたらありがたいなと思います。あとはね、私の方で、読み上げますので、よかったらついてきてください。はい、それでは製品概要いってみましょう。はい、それでは製品概要を見ていきたいと思います。本日、ご紹介させていただいているイヤホンは JBL から発売となっておりますチューンフレックスという、2way 仕様が楽しめる、イヤホンになっております。オープン型、そして密閉型、この2つを使い分けて楽しむことができるようになっております。私はですね、1万2000円でゲットすることができました。ちなみにこちらの商品の、発売日はですね、昨年のね107日でしたね。なので今半年、あ、5、
だから5ヶ月遅れぐらいでちょっと今レビューさせていただいているんですけども、やっぱりね、あの間が空いちゃうとしっかりしたレビューもねできないので、今日はねこちらのチューンフレックス、覚えていっていただけたら幸いです。はい、そしたらですね、製品概要、またね私の方で読み上げていきます。文字がちょっと小さすぎるんでね、うん、なので倍速とかででもね、聞き流していただいても結構ですし、本当に耳だけ傾けていただけたらそれだけで幸いです。はい、それではやっていきたいと思います。チューンフレックスの製品概要ですね。まず JBL 初のオープン型と密閉型を用途に合わせて選べる 2way 仕様のノイズキャンセリング機能搭載の完全ワイヤレスイヤホンとなっております。もうなんだろう、完全っていうところがすごいよね。はい。で、オープン型の特徴は、長時間の使用をしても、軽い付け心地なので圧迫感がなく、周囲の音が聞き取りやすいという形状になっています。また耳の形ですとか大きさによってイヤホンがねなかなか合わない人、合わない方っていうのも結構いらっしゃるんですよね。そんな方でもこれは耳にフックで引っ掛けるような感じの、付け応えなので、気軽に、使用できると思われます。また、中音域から高音域にかけて音の広がりが非常に良くなりですね、爽やかな音質を楽しめます。それに対してですね、密閉型というものは、フィット感に優れて、密閉するのでね、当然遮音性が高くて、高音の迫力をダイレクトに味わうことができるっていうのが特徴ですね。それに加えてアクティブノイズキャンセリング機能も搭載しており、周囲の騒音を気にせずに集中して音楽を楽しめる、没入できるという仕様になっております。3番、90年代に巻き起こった私が先ほど言ったやつですね、スケルトンブームの、まあ、再熱トレンドとなっているみたいですね。まあ、JBL はそういう立ち位置に立っているということだそうです。確かにね、スケルトンめちゃくちゃ流行りました。あのたまごっちとかもスケルトンがめっちゃ高かった気がする。今の子たまごっちなんか知らないでしょ多分、うん、と話を戻しますね、すいませんで、ケースなど、透明部分の素材には、一見すると弱そうな感じもするんですけども、逆にですね、航空機の窓とかにも使われるハイグレートポリカーボネートっていうものを使用しておりまして、対紫外線性が施されているため黄ばみですとか劣化の心配が極めて低くですね、高い衝撃強度と、耐熱性も兼ね備えているっていう感じです。いわゆるタフっていう感じになるのかな。うん。専用アプリ、ございます。ドライバーに関しては12ミリのものを搭載しております。対応コーデックは、先ほど述べたように SBC、AAC となっております。通信方式は Bluetooth の 5.2、防水規格は、すいません、濃水規格になっちゃってるね失礼しました。濃水じゃなくて防水規格です。防水規格が、IPX の4と、相当となっております。こういうところが抜けてるんだよね俺は、うん、はい。バッテリー性能なんですけども、ノイキャンオフの状態ですとイヤホン単体で最大約8時間、ケース込みで最大約32時間の使用が可能です。それに対してノイキャンオンにした場合は、イヤホン単体で最大約6時間、ケース込みで最大約24時間の使用が可能となっております。また約10分間のね急速充電ございまして、それで2時間使用することができます。また外音取り込みの中にアンビエントアウェア、そしてトークする機能というものが備わっております。アンビエントアウェアに関しては必要な時に外音を取り込むという機能になっています。ボリュームがね BGM ぐらいまで音が下がって、
外の音も取り入れながら音楽も BGM 感覚で流して楽しめるっていうモードになります。それに対してトークスルー機能っていうのはですね、装着したまま会話ができるほど、まあ声にね、フォーカスをより当てて、声を、相手の声とか、まあ自分の声も含めてですけども、声を聞き取りやすくする機能として、搭載されています。はい。また、アクティブノイズキャンセリング機能によって、イヤホンから出る音に、集中できるだけでなく、片側ですね、2つずつ、合計ね、4つのマイクが搭載されているので、外出先での通話ですとか、オンライン会議でも、クリアな音声を、そのまま相手に届けることができます。はい、ざっと述べてきたんですけども、この辺が製品概要となっております。農水企画、大変失礼しました。これはこれでちょっと、このまま通そうかな。自分に対する戒めとして、はい。はい、製品概要はこれで以上となります。はい、それでは検証項目の方をお伝えしたいと思います。まず開放型編ということなんですけども、1番ノイズキャンセリング機能。一応ね、開放型なんだけど、機能としては使えるらしいんですよ。なので、試すだけちょっと試してみます。まあ、ほぼ、ね、期待ゼロですけどね。うん。2番、外音取り込み機能。そして3番が、装着感であるとか、使用感などの感想。そして4番、音質。5番、通話品質。こちらの項目を検証していきたいと思っております。はい、続きまして、検証項目の、密閉型編ですね。こちらは、まあ、定番メニューですね。1番、ノイズキャンセリング機能。2番、外音取り込み機能。3番、装着感、使用感などの感想。4番、音質。そして5番が、通話品質。ということでやっていきたいと思います。はい、製品概要を抑えることができました。すごい発想ですね。はい。というわけで、概略は分かったので、これからね、視聴検証やっていきたいと思います。果たして JBL サウンドは正当に受け継がれているんでしょうか。そこを確定、そこを確認したいと思います。はい。で、2way なんで、それぞれちょっと検証してみたいなと思います。まずは、オープン型から、検証したいと思います。ですね、対応コーデックが SBC-AAC ということなんで、まずは iPhone。で、その後に、まあ、ちょっと負けじゃないですけど、ちょっと出力上げた形で DAP でもちょっと試してみたいなと思います。はい、そしたらまずは、準備をしますので、ちょっとお待ちください。はい、iPhone と接続することができました。そしたらまずは、開放型で聞いてみたいと思います。曲はね、ちょっとね、最近俺がハマってるんだけど、ハニーワークスの可愛くてごめん。いいおっさんがね、何やってんだって話なんだけど、俺もそうだし、子供も好きだし、っていうところで、で、踊ってる子も可愛いし、みたいな。まあね、そんな変な思いは捨てねばならない。はい。そしたら可愛くてごめんを iPhone、コーデック AAC で聞いてみたいと思います。では行きます。どれぐらい音漏れてんだろう。なるほどね。ボリュームマックスで聞いてるんですけど、やっぱ抜けが多いですね。確かにね。はい。今度は、こちらですね。このまま開放型を DAP で聞いてみたいと思います。
じゃあ準備しますね。お待ちください。はい、DAP と接続することができました。そしたらね、DAP から、同じ曲聴いてみたいと思います。ハニーワークスの可愛くてごめん、音源はウルトラ HD となっております。ですが、対応コーデックは AAC までですけどもね。はい、それでは聴いていきまーす。わかりました。やっぱね、開票型はこうなるよね。うん、そしたら、次は、密閉型、いわゆるカナル型、やっていきたいと思います。準備しますので、お待ちください。同じ条件です。音源は Amazon Music で、で、そこから、ハニーワークスの可愛くてごめん。iPhone と DAP。次は密閉型でやるっていうことですね。はい。お待ちください。はい。それでは、密閉型。カナル型でやっていきたいと思います。よいしょ。つけた感じはね、装着感結構いいですね。ただ、ずっぽりはまるかって言われると、そこまでの、圧ではないっていう感じですね。まあ、これぐらいを聞き疲れしにくいのかななんて正直思ったりします。うん。違和感っていうふうには感じられないですね。はい。で、密閉型になった状態でまた、まず iPhone で同じ曲を聴いていきます。可愛くてごめん。ハニーワークス、Amazon Music で聴いてみます。これノイキャンを聞かせると、その分まあ確かに重たい低音が出るんですけど、それを多分計算して少し抑え気味になってるかな。ただ全体としてはバランスはいい。うん。でもやっぱ、あれだね。パワー足んないね。これ今、ボリュームマックスなんですよ。どうですか？密閉型の、音漏れの感じは。後で編集の時に確認してみます。うん、わかった。そしたら、こちらのペア。もう、こういう時、マルチポイントが使えたらいいよね。本当に。めんどくさいって言ったらあれですよ、ほんと。そしたら今度は、DAP の方に接続していきます。お待ちください。はい、DAP に接続してね、また聞いてみたいと思います。ハニーワークス、可愛くてごめん、Amazon Music の、ウルトラ HD 音源ですね。こちら DAP 聞いてみたいと思います。やっぱね、パワーがね、あるからね、こっちの方がね、多分いいと思うんだよね。あ、やっぱり、うん。いいや、うちのが。今、ノイキャンなんですけども、左側をタップすることによって、モードの変更ができます。まず1回。今、アンビエントアウェアです。ノイキャンに戻りました。はい、アンビエントアウェアになりました。2回タップすると、ちなみに、トークスルーが発動しますね。はい。あ、やっぱ、ノイキャンと、あと、やっぱり JBL サウンドでしっかり低音は出ますね、ちゃんと。やっぱ逃げるのをちょっと心配してたんですけども、多少逃げてる気がするけど、それを考慮して設計されてるなっていうのが、よくわかりますよ、これ。うん。はい。そしたらですね、検証の視聴で、視聴の方は終わりにしたいと思います。そしたらこれからね、私の方は、じっくり検証して、1日ぐらいちょっとがっつり使ってみようかなと思ってます。はい。その方がね、正確なレビューができると思いますので、ちなみに今撮影しているのは、3月10日です。ということで、ツアープロ2が発売になっています。
私は予約をしていました。でもキャンセルしましたちょっと床屋代を捻出したくてそこはちょっとねケチれないんで、また新しいコタパパをお見せしたいと思います。はい、というわけでこちら検証していきます。では、はい、JBL のチューンフレックス、ここから、お互いを対比する形で検証結果を、お伝えしたいと思います。まず、1番ノイズキャンセリング機能に関してなんですけども、検証項目の、開放型の方はですね、もう 99.99 ぐらい一定後ほど、効果なしです誰もが納得だよね。だったら空いてるんだもん隙間だからもう低音は抜けていくんで、もうそこはしょうがないんだけど、でもね、その抜け具合の量は自分が予想してたよりは少なかったですね。なのでそれなりに低音も鳴ってたなっていうのが率直な感想ですね。まあうまく作ってんなと思いました。それに対して、密閉型の方はですね、機能を搭載してはいるが、効き目ね、効き目に関しては、まあ、弱い部類に入ると思われます。思いっきりね、耳の奥に突っ込んでも さほどの差というものは感じられませんでした。これがノイズキャンセリング機能に関する、レビューとなります。はい、2番ですね、外音取り込み機能になるんですけども、開放型の方はですね、そのままね、外音に関しては自然に音が入ってくるので、まあ、いろいろな危険は特にないですね。で、なおかつね、アンビエントアウェアですとか、トークスルー機能も備わっていてね、より、外音を取り込むことができるようになっています。ただね、若干ホワイトノイズを感じました。はい。それに対して、密閉型なんですけども、同じくアンビエントアウェアプラス、トークスルー機能を搭載しております。音の収集音がね、先ほどより若干ですけども、気になる。まあ、あとは当たり前のことなんですけども、しっかりと密閉することで、開放型よりもね、がっつり聞こえます。性能と効果としては、まあ、9大点かなっていうところですね。はい、3番見ていきたいと思います。装着感とか使用感などの感想ということなんですけども、まず開放型の方はもう、軽くてたまらないですね。おっとだぶねみたいな感じの、まあ、ぶら下げてる。まあ、ながら聞きに近いっちゃ近いんだけどね。まあ、軽くて、耳、長時間使ってもね、耳が疲れないような仕様であるのは、いいことなんですけどもね。個人的にはね、開放型がちょっと苦手なんですよね。で特にね、これ、装着安定性について、自分の中ではちょっと疑義があるので、今まで結構避けてきたんですけど、今回ね、この、チューンフレックスの装着感を、音楽をね、こう、BGM 感覚でね、こう、スピーカーから音が出てるような感じで、サクッと、曲に飛び乗ることができます。スッと出して、サッと刺して、音楽出して、ボン見てたのが、開放型です。はい。それに対して密閉型なんですけども、まあ私はやっぱりこっちが落ち着きましたね。まあしっかりとした安定感があるっていう、物理的にもね、あるっていうのと、ノイキャンに関してもしっかり聞く。まあ、効力的にはちょっと弱めの部類ですけども、ノイキャンがしっかり感じられるということと、あと、ただね、長時間の使用を想定した場合は、やっぱり、開放型の方に分があるのかな、というふうに、思い至りました。やっ
ぱり圧迫感感じてしまうことっていうのはやっぱり密閉型の方になりますね。うん、ライトに効くときは、開放型、ディープに効くときは密閉型、使い分けするといいんじゃないでしょうか。これちらが3番、装着感や使用感などの感想となります。はい、チューンフレックスの、大事な大事な音質に関して、レビューさせていただきます。まず、開放型の方なんですけども、まあ一般的なね、開放型っていうのは固定されていない分、どうしてもね、音がね、漏れてしまうので、こう、低音が抜けやすい。で、全体的にスカスカな感じがするっていうのが、まあ開放型であるゆえの、まあ使用の形になるんですけども、このね、チューンフレックスに関しては、その抜ける量感も、先に考慮して、ちゃんと設計されているように感じましたね。で、しっかりね、しっかり、開放型なんだけど、低音もしっかりなって、いわゆるね、ザ・ JBL サウンドに、なっていて、正直驚きました。開放型でノイキャンが使えるっていうように、設定しているところも僕的にはね、ちょっと衝撃でしたね。あとはボーカル帯域も、高音もね、刺さることなく、非常に、隙のない、形に、仕上がっております。それに対して、密閉型なんですけども、はい、まさにド正統の、ザ・ JBL サウンドとなっていて、もう非常にね、脳がとろけて喜ぶサウンドになっています。音の立ち上がりも早くてですね、早いテンポにも、問題なくついていけて、ロックですとか、ヒップホップなど、その辺はとても気持ちがいいですね。またね、シンバルなどの金属系も、刺さらないっていうところが良かったです。音場よりも、どちらかというと臨場感の方が強い印象がありますね。空間的な広がりはそこまでね、感じることはできなかったんですけども、ライブ感的なものは、ボーカルがね、しっかりここにいるなっていうのがわかるんで、うん、臨場感の方が強かったですね。まあ、ここは好みですね、本当にね。正解はないっていうことです。はい。ということで、まあ大事な大事な音質なんですけども、こういったレビューとなっております。個人的には密閉型です。はい。5番、通話品質になるんですけども、音声録音してきましたので、一緒に確認してみましょう。それでは音声どうぞ。はい、ただいまですね、本日ご紹介させていただいて、おります。JBL から出ております。チューンフレックス、こちらの通話品質を検証しております。音量音質いかがでしょうか？明瞭でしょうか？どのように聞こえておりますか？こちらが、チューンフレックスの通話品質となります。ぜひね、参考にされて。はい、皆さんどうでしたか？ぜひね、参考にされてみてください。はい、それではアプリについて見ていきたいと思います。まず、こちらのね、専用アプリ、ダウンロードして開きます。はい、ページに入れましたね。完了ですね。はい。ここに本体があって、バッテリー残量なんかがここに出てますね。イヤホン本体の LR プラスケースの充電量ですね。でこちらに、イヤーチップのサウンド設定ということでですね、オープンイヤーチップにするのか、密閉イヤーチップにするのかっていうとこですね。と思ったら今たった今ソフトウェアのアップデートが可能と出ましたね。まずアップデートする前にちょっと一通り説明しますね。オープン型にするか密閉型にするか、イヤーチップを変えるのでね、と、それがね、イヤホンのタップでできたらよかったなと思うんですけども、必ずこのアプリを起こして、手動でやんなきゃいけないので、
これがめんどくさいなっていうふうに思いました。で、今こちらがノイキャンで、6段階の調整ができるようになっています。あとはですね、これがアンビエントアブ、少しさーっと音がしてますね。で、トークスルーが、さっきよりちょっと大きくなったぐらいかな。まあでも、まあ許容範囲ですね。あとはイコライザーということなんですけども、これがちなみにジャズになってますね。プリセットのものちょっと見てみますか。ジャズ、ボーカル、バス、クラブ、スタジオ、私ですね、言葉パパ EQ。めっちゃ低音持ってますけど自分で、自分のイコライザーを決めることもできます。はい、あとはですね、タッチ操作になるんですけども、ボタンの割り当てですね、まず左側から、ワンタップノイズキャンセリング、またタップすると、アンビエントアウェア、この2つで切り替えるか、私はねオフを入れる派なんですよ。オフはいらない人は別にチェックする必要はないですね。で、あとはダブルタップは、トークスルー。そんな感じかな。右側は、再生ですとか、再生停止、トラックの、前後というような形になっている中で、ちょっとね、ボタンの振り分けができないよね。だってこの状態だとほら音量設計できないじゃん。で例えばね、これを音量の操作にしたとすると、ね、タップすると音量上がりよ、ダブルタップで、上がりよとか下がりよとかやってると、ね、左側はモード選択で使っているので音量調節できません。これはちょっと致命的ですね。これで戻ったのかな、再生停止。これはもうちょっと改善点ですね。早めにやっていただけたらよろしいかと思います。あとこちらは、ボイスアウェアに関しても、こう、あれですね。入れるか入れないかまず。で、それの量の調整ができます。あとは、スマートオーディオモードということで、まあ、オーディオモードにするんだか、まあ、遅延の少ない、いわゆるビデオモードを選択するのか、まあ、音声プロンプトがイングリッシュになってるね、言語が。日本語に直しましょう。何かが始まりました。何やら転送が終わりそうですね。再起動します。え ?30 分かかりますって出てるんだけど。あと、はい、ちょうどね、ソフトウェアのアップデートがあるんで、これもやっちゃいましょうか。新しいバージョンが 3.3.0 ということですね。アップデートします。はい、アップデートに成功したそうです。完了。OK。まあ、アプリはこんな感じですね。できることはそんなに多くはないですし、ちょっとボタンの割り当て関係は今後の検討課題、引き続きね、検討課題かなと思います。アプリに関しては以上となります。はい、本日ご紹介させていただいた、完全ワイヤレスイヤホンは JBL から出ました、昨年のね、10月7日に出ましたチューンフレックス、こちらのね、イヤホンをレビューさせていただきました、開放型そして密閉型と両方のパターンで音楽を楽しめるという、2way 仕様となっている非常に面白いイヤホンでした。まず音質からなんですけども、ちゃんとね、ザ・ JBL サウンド継承できてます。それは、その、密閉型は、まあ、それはね、当たり前だと思うんだけど、オープン型、いわゆる開放型の方でも、その、音の抜けを考慮したぐらいで、ちょっと
量感多めに出してるような、感じがしました。でただね、iPhone で聞いた時はやっぱり音量をマックスにしてもちょっとスカッっていうのが気になりましたね。まあ、もう開放型だからもうそれはしょうがないんだけど、そのスカッとした感じが好きってね、おっしゃる方もいらっしゃいますので、別に間違ってるっていう話では全然ないんですよね。うん、もう本当にこの 2way に分かれるっていうのはね、レビューをするね、こちら側としてはね、地獄ですよ。どっちって、あんたどっちなのって、僕はあえて言うならやっぱり密閉型、うん、しっかりノイキャンが効いて、今回のものはちょっと弱いですけども、まあふわっとした感じで効いて、で低音もゴリゴリで、主張してきてくれる。あとは、まあ、低音が一歩下がって、こう、音全体を支えてくれるっていうような、まあ、圧のかかった状態での、まあ、使用に関しては、まあ、慣れているわけなんで、そっちの方がね、しっくりくるんですよ。うん。私が開放型で買ったり、ながら聞きで買った商品っていうのは、3品か4品ぐらいだと思うんですよ。もう、それ以外はほとんどカナル型か、あとは有線になるので、うん。製品概要の方では、その、中音、高音、まあ、あとはボーカル帯域か、その辺のね、いいよっていうアナウンスがあったんですけども、僕個人的にはもうちょっと、こう、量感を出せた方が、iPhone で鳴らしきるであれば、そうした方が良かったなと思いました。DAP でね、設定変えて、量感をマシマシにしてあげれば、かなり、気持ちいい音で聞くことができます。存在感のある音にちゃんとなってますね。開放型であっても。うん。そこで、次に来るのがもういわゆる密閉型、カナル型の方なんですけども、こちらの音質は、やっぱり、しっかりとね、ピターというふうに一応ね、やっぱ、イヤーピースが、挟まってくれるので、低音はちょっとマシマシにやっぱり聞こえますね。開放型を先に聞いたからかもしれないんですけども、密閉型の方がやっぱり、安定感のある、深い低音が出ていたなっていうのが、正直に感じたところですね。で、音場はそんなにでもなかったんですけども、まあ、ライブ感が結構強いかなっていうイメージで、まあ、ロックですとかヒップホップですとか、その辺なんか結構いいんじゃないかなというふうに思いました。こちらもね、こちらは逆にもう、ドストライクの JBL 好きな方は、絶対に、後悔しないです。はい。あえてね、押しは しませんけども、絶対後悔しないと思います。はい。で、正直ね、まあ、いきさつがいろいろね、冒頭でお話をさせていただいた通り、いろいろいきさつがあったんですけども、ああ、全然こっちでも、つうかこっちでいいじゃんっていうふうに思います。はい、もしね落ち着いて、初期不良にもね当たらないように、まあ気をつけながら、じっくり見ていこうかなと思います。やっぱねシステム的にもね、メカニズム的にもね、それだけねハイテクになってくると、やはりね誤作動であるとか、逆に作動してくれないとかねっていうね、その部分が出てくるので、いわゆる耐用年数で考えると多分3年あるかないかぐらいだと思うんですよ。2年でもういっちゃうかなぐらいだと思うんですよね。やっぱりね音楽って毎日こう聞いてね気分良くなったり、あとはね
お仕事、学校、ね、往復するときに電車に乗ったりだとか、ね、そういうときに欠かせないものじゃないですか。自分たちの生活の中にやっぱ音楽って欠かせないものだから、少なくとも僕はそうなんで、ちゃんと私の場合は聞くジャンル、聞く曲、聞くタイミングが朝夕晩のどこなのかとか、どんしゃりを聞きたいのか、それともフラットを聞きたいのかって、もういろいろ全部頭の中で想像してから、聞くイヤホンを選んでます。多分ね、100個ぐらいあるかな。レビューしてないのもあるんで、うん、後で掘り出し物が出てくるんですよね。だから耳が俺50個ぐらいないと、100個ぐらいないと足らないんですけど、素朴な疑問をね、いただいたって話を前にしたんですけども、なんでそんなにイヤホン買うんですかとしょっちゅうリスナーの方が不思議だったみたいですね。うん、なので私はそこに音楽があるから買うんですよって、みんな音が違うんですよっていう風なお話を、コメントをね、させていただいたんですけども、だからうちの家族なんかもね、あの子頭おかしくなったのかしらなんて言われるぐらいだから、うん、まあね、今回のね、レビューさせていただいたチューンフレックスに関しては、買ってま損することは、間違いなくありません。うん、非常に楽しいものとなっていて、2way で使えるっていう選択肢をユーザーに与えてくれた、メーカーさんにはね、やっぱり軍配をあげたいなと、軍配というかね、賞賛をあげたいなというふうに思います。うん。とてもいい品だと思います。これで1万2000円ですからね。まあ、当然、これよりね、もうちょっと上のお値段のクラスもありますので、別にね、無理して高いもん買わなくてもいいんですよ。うん。1万2000円でこれだけの音とね、これだけのギミックとね、これだけのね、製品の仕上がり具合、うん、が、ここまで高いっていうのは結構珍しいと思いますよ。うん、よくこのスケルトンに、着目したなと思って、ほんと懐かしくて。だってサイズ的にもさ、たまごっちじゃんこれ。うん、まあいいや、その辺の話は無駄になりますので、お時間がねもったいないので、本日のレビューはここまでとさせていただきます。非常に面白いイヤホンであって、おすすめはしませんけども、買って損はないと思います。これが今日の結論ですね。はい、本日も動画の方最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。1万2000円頑張ってみようかなって思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、高評価をいただけるだけで僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、皆さん、これから後期になります。はい、後期に入りたいと思います。今回ねご紹介させていただいた、完全ワイヤレスイヤホンは、JBL から出ております、チューンフレックスという、昨年の秋に出た、完全ワイヤレスイヤホンとなっております。お値段が約1万2000円ということなんですけども、カラーバリエーションも、ブラック、ホワイトをベースとして、当時はね限定色があったみたいですね。オンライン、ストアですとか、JBL さんなんで直営店があるんですよね。うん、そちらの方では、紫色だったかな、限定カラーを買うことができたんですよね。うん、それも結構かっこよかったです。写真だけちょっと見させてもらったんですけども。はい。で、まあ、後期なんですけども、まあ、まずね、これ買ってよかった。うん。で、その、わざわざね、ツアープロ2をキャンセルしてまで、こっちに乗り換えたことは、
決して後悔はしてません。はい。やっぱね、飛び越えたくないっていうのはあるんですよ。今回ね、レビューさせていただいた商品、確かにちゃんと、開放型であってもですよ。開放型であっても、ザ・ JBL サウンドっていうものをきちんと継承しているなっていうのが確認できました。うん。抜けがね、確かにあるのはもうしょうがないんだよね。開放型なんだから。物理的にね、引っ掛けてるだけだからね。オープン型の特徴をよく研究して、そうなるね、感じよりも、もっとね、予想を上げて、量感を出してきてる。それでぴったりこう、はまってきてるようなイメージになってます。それはね、密閉型、まあ、いわゆるカナル型に関しても言えることで、イヤーチップ変えて、ノイキャンがかかると、やっぱりね、音が引き締まるので、非常になんだろう。クリアにもなるし、なんだ、やっぱ音楽を聴いているっていう、気軽さ、そういうものをね、感じることができるんですよ。で、音質も低音が逃げないし、その分考えて、結構ドスの効いたね、低音が鳴ってくれて、すごい気持ちよかったですよ。で、上もね、しっかりボーカル帯域も伸びてますし、で、若干ね、足りなかったのは、音場よりもね、臨場感の方が、ちょっと強いかなっていう部分で、この、なんだろうな、空間的なものを求める方に関しては、ちょっと向かないかなっていう感じですね。ライブ感の方が好きなんだよっていう方には、もう、もってこいの商品だと思います。多分ね、そのうち、タイムセールの対象になるかなと個人的には思ってますね。非常にコスパがいいんで、1万2000円しましたけど、別に不満点は不満点あげるとしたらね、マルチポイントに対応していないことと、ワイヤレス充電に対応していないこと。あと、イヤーピース、をつけたり外したりする、そのね、オープン型と、密閉型。うん。これをチェンジするときの手間がめんどくさいっていう部分はあるんですけども、音に関しては満足です。はい。ただ、めんどくさい。その、一言がちょっと評価を下げますけども、うん。そういう部分でちょっと押せないんですよ。うん。オープン型にしてる時のピースってものすごい小さいんですよ。専用ケースつけてもらっても、これパーンってやっちゃえばもう終わっちゃうんで、そこはちょっと気を使ってほしかったなって正直にありますね。ほんとめんどくさい。でも、音はぐっつりいいから、まあ、チャラになるかなっていうくらいですね。はい。いくらね、メーカーが努力しても、そこ、及ばない手、部分が、あるっていうことだけは、覚悟して、使わないといけないよね。うん。というわけでね、本日の動画はここまでとさせていただきます。皆さんとはまた次の動画でお会いしましょう。皆様の音楽ライフが素晴らしいものとなるように、いつも、私もね、願っています。そしてね、今日も明日も明後日もね、皆さんも私も良い日を送っていきましょう。はい。それではですね、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。See you!